お待たせいたしました。定刻になりましたので。パートナーシップ関係にあり、互いをその人生のパートナーとすることを宣誓します。まだまだ第一歩というのは小さな一歩ですけれども、大きな一歩だというふうに思っています。今後ですけれども、この大阪市が正面する需要保障をですね、いろんな場面で使えるように企業の皆さんにも働きかけていきたいと思います。このパートナーシップ制度があることで、使う人も使わない人もどんな人も、あ、そうか、人は違いはないんやなと、暮らしぶりによって人をおかしい人とか変わってるとか言ってはいけないんだなっていうことを知るきっかけになると思うので、本当に僕は嬉しかったです。大阪市民としてありがとうございました。大阪市で今この制度始めてくださったけれども、他の地域だとそれはできない。例えば2人とも大阪市から引っ越しちゃったらこれ返納しないといけないっていうのも、まあ、おかしい話だなと思うので、これから全ての地域では国でやっぱり同性婚っていうのを認めてくれるようになったら嬉しいなと思っています。大阪市の制度が変わった、大阪市がまた新しくなったんだなっていうのを市民としてすごく嬉しさ等しようです。ありがとうございます。